ゅんなのだ。ズンスタラジオ。東北ズンコスタンプラリー参加者の皆さん、白石市民の皆さん、こんにちは。東北ズンコです。ちょっとの時間、私にお付き合いくださいね。東北ズンコスタンプラリーは、白石を元気にしようと始まったもので、今年14回目を迎えました。14回ってすごいですよね。第1回が開催されたのって2013年だから、私がデビューしてわずか2年後ですね。長いことやってんな私。この頃は私は17歳でした。今も17歳ですけど、あれ、なんかおかしい。気にしちゃダメですよ。この頃はお姉ちゃんもキリちゃんもデビューしてなくて、私自身も知ってる人が少なかったんですけども、その頃からやってるんですよね、白石のスタンプラリー。それはひとえに白石の皆さんが温かく迎え入れてくれたおかげだと思います。白石にもう何度も来ているよって人もたくさんいると思います。でも初めて来たよって人も大勢いますよね。来ていろいろ驚いたと思いますけど、ほんと静かです。6月はいわゆる閑散期って感じで、以前は観光客も少なめで、駅前通りも商店街もひっそりとしている感じだったんですけど、スタンプラリーが始まってから少しずつですけど活気が出てきています。スタンプラリーですからね、スタンプ集めをするのが目的だとは思うんですけど、せっかく来たわけですから、ぜひいろいろなところを見ていってくれるといいですね。ここ白石商店街通りもスタンプラリーを盛り上げてまいります。ちょっと聞きづらいですけど、商店街通りでは私たち姉妹の歌が流れています。歩き疲れたらぜひ耳を傾けてくださいね。それではズンスタラジオ始まります。この番組はこの瞬間をずっと忘れない東北ズンコ音楽部の提供でお送りいたします。じゃあ早速ですが聞いてもらいましょう。作詞ムツゴロウ、作曲マサキリタンピーで、ラララバイカモ。バイバイカモン、
改めまして、こんにちは、東北ずんこです。白石にようこそおいでくださいました。スタンプ、もう何個集めましたか？駅からスタートすると、最初はポンポンと集まりますよね。パシフィックホテル、小十郎プラザ、ドルフィン、鈴木ミート、長橋、スマル屋敷、あたりはここ商店街通りに面していますから、すぐに押せますね。あ、私の登り見ていただけましたか？あれはクラウドファンディングで支援してくださった皆さんの名前が載っているんです。支援した方は自分の登りがどこにあるか探して SNS でアップするというのが参加者の楽しみ方の一つのようですよ。そういえば SNS のハッシュタグについて毎年話題になるんですけども、東北ずんこスタンプラリーにするか、ずんこスタンプラリーにするかって話。どちらでもいいですけど、短い分、ずんこスタンプラリーの方がいいかもしれないですね。去年、面白いハッシュタグが生まれたんですよね。自分の胃袋を過信しないっていうもの。ずんこスタンプラリーは美味しいものがたくさんあって、ついつい、いろんな食べ物を買っちゃうんですが、日持ちしないものが多くてたくさん食べちゃうんですよね。特に注意したいのは柳屋さんのシュークリーム。初めての人は欲張らずに一つから始めてくださいね。うっかり三つとか買っちゃうと大変なことになりますからね。スタンプラリー常連さんはそのことが分かっているので、覚悟を決めて3つです。 SNS の話題という点で言うなら、去年期間中私ずっと眺めてたんですけども、一番多かったのがダントツでずんこ部屋についての話題でした。そりゃそうですよね。スタンプラリーの中で一番すごい場所なことは間違いないですからね。今年はどんな部屋に仕上がってるんでしょうか。ちょっと恥ずかしいですけど。それでは2曲目いってみましょう。作詞作曲荒吉木で2人でハピトラ。ハピハピハピトラベル、この瞬間をずっと忘れない。仕事入っていけなかった、楽しみにしてた修学旅行、枕投げとか夜更かしとかしたかったけど、きっかけは偶然見つけた小さな町のスタンプラリー。カフェに温泉、走るシュークリーム、一緒に見たいな、歩きたいな。ある日届いた手書きの旅のしおり、知らない街を二人で遊びに行くって、とてもワクワクするよ。ありがとうお姉ちゃん、ハッピーハピハピトラベル、二人だけの小さな冒険、知らない空風感じて、この瞬間もずっと忘れない。ハッピーハピハピトラベル、いつの間にか手をつないで、もっともっと好きになるよ。叶うよ。
二人だけの秘密の冒険、知らない空風感じて、この瞬間もずっと忘れない。ハッピーハッピーハッピーフォラベル、同じ歌を口ずさんで、もっともっと好きになるよ、さあ次のステージへ一緒に。ハッピーハッピーハッピーフォラベル、ハッピーハッピーハッピーフォラベル、ハッピーハッピーハッピーフォラベル、ハッピーハッピーハッピーフォラベル。ズンスタラジオ、いきなりですがゲストを紹介します。ズンダモンなのだ。というわけでズンダモンに来てもらいました。どうもごきげんようなのだ。ズンダモン、すっかりそんな感じになったね。ええ、そんな感じとは。お嬢様ズンダモン。はあ、そうなのだですわ。で、だいぶ無理がありますよね。市内を走ってるバスのラッピングすごいよね。あれまさかね、あんなにね、可愛くね、なってるとはね。ずんだもん、今日は雰囲気違うね。いつもラジオやってるけど、ゲストで呼ばれたことは初めてだから。ほら、普段なのだって言ってればいいみたいなところあるけど、白石では僕はまだ2度目だから、新参者みたいなものだから緊張する。そうなのよね。ズンダモンは実は前回のスタンプラリーからなのよね。そもそも僕が女の子の姿になったのはつい最近だから、白石地元の人は僕のことをあまり知らないんだよね。え、そんなことはないよ。去年はこの子は誰なのみたいな話はよく聞いたけど、ズンダモンよりフリモメンの方がよく知られてるみたいな変な状況になってた。それはほら、会長が好きだから。そうなんだよね。去年のスタンプラリーはズンダモンに会いたくて参加する人も多かったんだって。嬉しいのだ。そういえばズンダモン、全部のお店には挨拶に行ったの？もちろん行ったのだ。印象に残ってるお店とかある？面白いし市場はちょっとだけ物申したいのだ。物申す、どういうこと？面白いし市場は市場としてとてもいいところ、それは間違いないけど。うん。でも僕がいない。え、あ、図版機のこと？そう、僕がいないのだ。エコーありがとうございます。それはほら、大人の事情もいろいろあるから。他のところで何かある？こけし村は遠かった。それを言うとお店の人泣いちゃうよ。あと、ここからもっと遠いチーズキッチンはものすごいことになってて、今年もとても楽しみなのだ。あの店長は何をやらかすかわからないのだ。そうだね。チーズキッチンと製法堂はここからとても遠いけど、とても魅力的なお店なのだ。ぜひ足を運んでほしいのだ。こけし村とカフェ&ショップスイもね。それではそろそろ次の曲を聴いてください。作詞作曲、だるま緑の花。Thank you.
市内を流れる水路に自生する小さな白い花をつける水草のような植物です。私もそれほど詳しくないのでちょっとググってみますね。多年生の流水植物。流水植物って初めて聞く言葉ですね。清流でなければ育たないため、綺麗な川の指標になる。白石のバイカモのすごいところは、人工的に作った用水路に自生しているというところなんですよね。自然の川ですらバイカモが自生することも滅多にないことなのに、水路に自生するということは大変珍しいことのようです。これは白石に住む人たちが水路をきれいに大事にしてきたということですね。私も白石で、バイカモの花を始めてみたとき、とても感動して、多くの人に見てもらいたいなぁって思ったんです。今回それがテーマになって、とても嬉しかった。写真に撮るのはとても難しい花なんですよね。水の中で咲いてますからね。だから、見つけることができたら、じっくり眺めていきましょう。地元の人たちの話によると、タイミングが合えば、ホタルも飛ぶらしいです。ホタルなんて、ここしばらく見てないな。絶対綺麗ですよね。綺麗なずんだ色なんだろうな。ホタルを見たら、きっとずんだ餅が食べたくなりますね。それでは、次の曲、かけますね。作詞作曲、キュンママ、バイカモ。スタンバイカモン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 。
集めに行こう。お姉様、どこまで行きました？こんな感じ。わ、結構回ってますね。あとは、車で行くところだけ、かな。キリちゃん、チーズキッチンとかどうするの？一緒に乗ってく？仙台まで車で行くんですか？うん、高速使う。うなと電車で行く約束してますから大丈夫です。そう？あ、ずんちゃん買ってきたよ。丸屋園さんのお茶と、柳屋さんの羊羹と、シュークリームと、大場スポーツさんでトートバッグ当てました。吉見製麺さんは？あれ、タコ姉様の方でしたっけ？あれ、私買ったよね。あ、財布もない。忘れてきちゃったの？わ、あの時あそこに置きましたよね。ちょっと行ってみる。ごめんね、ずんちゃん。忘れ物は本当気をつけないとね。私が悪いんですよ。荷物が頭に引っかかっちゃって手を借りたので。毎年忘れ物が結構な数出るから、皆さんも注意してくださいね。キリちゃん、この辺りのは全部回ったの？はい。面白いところとかあった？人形の蔵はいつ行ってもワクワクしますね。そうなの？あれ、でもあそこにキリちゃんがわかるものってあるの？大勢のお人形とだるまさんが転んだをしているみたいで、いつもドキドキするんですよ。怖いこと言わないで。あ、ずん姉様、長文堂さんでどうして昆布が売ってるか知ってますか？文房具店なのに昆布が売ってるのよね。あと卵。話を聞いて爆笑しましたよ。社長さんの趣味がそば打ちなんですって。おそば？おそばを自分で作るの？はい。それでおそばといえばつゆじゃないですか。つゆ作りも自分でやってて、とてもいい昆布を使いたいけど少ない数では買えないので、たくさん買ったんですって。それでさすがに使い切れないからって。それで店で売ってるの？完全に社長の個人的な趣味じゃないの？本人も笑ってましたよ。面白い人たちだね。種企画さんもなんだか盛り上がってましたよ。地元のおじいちゃんがとっても将棋が強くて、ずっとレクチャーしてました。あれ、でもキリちゃん、種企画さんのスタンプ押してないよ。忘れてた。すみません、ずん姉様、ちょっと行ってきます。ああ、よくやるよね。やるやる。参加者の皆さんもくれぐれも忘れ物には注意しましょうね。それでは公式ソング最後の曲をお送りします。作詞作曲リバ、両手に花を抱えましょう。そして川が流れ、花が
カモン。